どうも、高井です。作業記憶の記憶範囲の増減、生産性激変。人の思考、もしくは心という部分のワーキングメモリーという作業台がありますけど、その作業台が広ければやれること多いですし、狭ければやれること少ないんですよね。そのことをこちらにまとめました。これから読み上げていきます。ぜひともあなた自身の記憶の作業台を認識して使いこなしてください。ワーキングメモリーと知能。ワーキングメモリーは認知心理学者が発展させた構成概念である。人間が同時に行わなければならない処理や妨害に対して目的に関連した情報へのアクセスをどのように保持するかについて調べ上げ、特徴づけるものである。例えばインターネットを通して飛行機の予約の結果を立てようとしているとする。飛行機の便を検索するとき、出発地、到着地、旅行の日時を心に保持しなければならず、同時に提示される複数のオプションを調べ、表示される航空や到着した E メールといった注意をそらす可能性のある情報を無視しなければならない。ワーキングメモリーは旅行の重要な情報を覚えながら同時に可能な便を検索し、必要な情報を無視するために必要となる。学習成績、学習、問題解決、文章理解、推論などの知能の概念に含まれ、多くの重要な認知能力はワーキングメモリーを必要としている。ワーキングメモリーは容量の限られたシステムだと考えられている。容量の少ない個人は容量の多い個人よりもほとんどの知能テストの成績が悪い傾向があるという事実に裏付けられている。例えばより年長の子供は年少の子供よりもワーキングメモリー容量が大きく、高齢者はより年齢の若い成人よりもワーキングメモリー容量が小さく、あるタイプの神経的な障害や疾患がかかる者は健康な成人よりもワーキングメモリー容量が小さい。ワーキングメモリー容量より大きいものは小さいものよりもほとんどいつも知能テストの成績が優れている。ワーキングメモリーの進化。次のシナリオについて考えてみよう。1、チンパンジーが土から植物を引き抜く。彼女は指を使って茎から葉を取り除き、端を歯で噛み砕いてそこから繊維を取り出す。それから彼女はシンプルな道具をシロアリの巣の中に突っ込み、繊維を敵だと思わせることで噛みつかせる。そしてシロアリが繊維から離れてしまわないように慎重に巣から繊維を取り出す。最後に彼女はその道具にくっついたシロアリを食べ、食欲を満たされた時にはその道具を捨てる。2、約250万年前、現在ではホモハビリスとして知られる人か動物かは石同士をぶつけて尖った石を作っていた。そして一つか二つの尖った石以外の他の石を捨て、大型肉食動物によって殺されたアンティロープの肉の残りを削ぎ取った。そして肉の削ぎ取りが終わったら石を捨てて肉だけを持ち帰った。3、約180万年前、別の霊長類ホモエレクトルスはある形を思い浮かべながら石同士をぶつける強さと角度を巧みに調整し、手斧を作った。手斧の作成が終わると、彼は手斧や大きなかけら、そして手斧を作るに使った岩石の残りを今後のために取っておいた。4、約20万年前、あるネアンデルタル人は危険な大型動物を近距離で仕留めることに使うため、対照的な鋭い石と矢を釣る槍を作った。槍を作ることは骨の折れる作業であるが、その努力は将来の狩猟の成功によって報われることとなる。5、約10万年前、近代の人とほぼ変わらない解剖学的特徴を持つことで知られるホモ・サピエンスは、先の尖った飛び道具を作った。道具の先が破損した場合には、常にそのためだけに携帯している道具を使い、その後も狩りが継続できるように修復するようになった。6、4万年前から、2万8000万年ほどの間のいずれかに現代の人とほぼと変わらない行動をとるホモ・サピエンス・サピエンスは増加の一部を薄く切断した。彼はそれからメスのライオンの頭部を模した想像力があふれる形の装飾用具を作った。7、先週宇宙物理学の研究室で働くホモ・サピエンス・サピエンスは惑星の重力が星の軌道に与える影響を理解するためのモデル構築を行った。彼女は政府、民間企業、私立基金、複合体からの資金を得た電波天文学施設のプロジェクトによって測定された惑星挙動データをそのモデルを用いて解析しようとしている。これらの能力上昇が現代人の心の基盤になったと考えられる。ワーキングメモリーの注意を適切に維持し意思決定を行う機能は進化の自然選択によって形成されたものだろう。
関連する刺激に注意を向けて、無関係な刺激を排除しつつ自動的な反応を抑制することで素早く効率的な意思決定を行う能力は他の性的な処理よりも優れている。ワーキングメモリー容量の増大は人類の歴史の比較的最近に起こったものである。特定の認知能力なしには作成形成は不可能ない。異物移行を特性する。これらの効果的記録の数々は直接的な心の痕跡というよりは行為の痕跡であり、行為と認知との結びつきは明らかだ。最後にこれらの行為の痕跡を考古学的記録に認めるための基準を示す複数の評価基準を用いて考古学的記録を解釈するという試みだ。最も説得力の高い厳密な基準は次の2つの要素でも持っている。1、認知的妥当性。証拠は認知能力に還元できなければならない。その後、認知能力は認知学によって認識あるいは定義されているものだけではならず、痕跡はその行為がなければ不可能なものだけではならない。もしその痕跡がより単純に行為や認知によって生み出すことが可能ならば、それより単純な方に原因を帰属すべきである。2、考古学的妥当性。考古学的証拠、それ自身が信頼に足るものだけではならない。対象となる証拠はそれが何であるか信頼に足る形で同定されるとともに、それはどの時代場所で使われているのか判明せよならない。分析の第一ステップとして認知能力の候補であるワーキングメモリーはより定義され活発に研究されている心的要素であることを述べればならない。ワーキングメモリーは遺伝によって受け継がれるばかりか、人でない霊長類にも人よりも少ない形であるものの育ったり、それは人とその他動物との道具使用の際に現れる。分析の第二ステップはワーキングメモリーだけでなくワーキングメモリー容量の増大必要とする活動を見極めることにある。これには2つの実際的問題がある。まず1つは、ワーキングメモリー容量は理算的な項目の数に基づいて測定されることである。2つ目は、ワーキングメモリー容量の心理学的測定が基本的に考古学的な痕跡を残すものではないことである。罠と落とし穴。罠や落とし穴を含む設備は複数の改装置から構成されており、時にはとても多く作るのに時間がかかり、人の直感的操作がなくても遠隔で勝手に動作するものである。これらは実行機能や増大したワーキングメモリー容量を暗示するものである。実行機能による時空間的に長期にわたる計画考案のほか、ワーキングメモリーの中央実行系の反応抑制も必要としている。確実な武器。その作成にはさほど労力を必要としないが、壊れた時などに修理が容易であるという特徴がある。確実な武器とは、失敗する確率を可能な限り低減させ、きちんと機能するようにデザインされたものである。背後にある原則は、必要となる、になる以前の時間に労力の投資が将来の成功を最大化させるということにある。複雑な投射系武器の使用が、技術的進展の良い指標となっていると主張しており、このような武器の発達が近代的行動に由来する特徴であると述べている。絵の図と作成。絵をつけることはそれ自身技術的であり、人の進化における認知的分水量になっている。旧石器時代の人々は分離した要素から一つの道具を作る、すなわち絵をつけるという行為を初めて行ったと考えられる。現代人類は食料教育の管理を行っている。年単位の計画に基づいて行動活動を行う農業経済を見ればこれ明らかである。この達成のために実行機能による長期的な計画の考案とワーキングメモリーにおける重要な要素である反応抑制が必要である。農業に関する考古的証拠が得られるのは複数の大陸で約1万年前であり、管理型の狩猟採集システムに関する証拠はさらに数千年遡ると考えられている。当時の気候はさらに乾燥していた。1万年前から1万1000年前には食料採集というライ麦農耕に抜本的に切り替えるということを成し遂げた。単に食料採集の範囲が多様であるということのみならず、気候変化に柔軟に対応したという点が興味深い。明らかに彼らはワーキングメモリーの容量増大によって可能となる計画考案の能力を用いていたことだろう。ワーキングメモリーの容量。ワーキングメモリーの成績は年齢とともに大きく変化するようである。5から19歳の間に平均で標準点数
得点が23増加した。対照的にその後の40年では20から39歳の間では平均で標準得点が4増加し、50から69歳で1減少した。もう一つの重要なパターンは、ワーキングメモリーの得点は30歳で最も高かったことである。驚くべきことに、高齢者ではワーキングメモリー容量がほとんど低下しなかった。50から80歳の間で平均で標準得点が6減少しただけであった。ワーキングメモリーと学習。ワーキングメモリーは数学の成績と関連している。例えばワーキングメモリーの得点は、幼稚園の教室で教師の算数の話と数科学の獲得に関連していた。ワーキングメモリーの得点の低さは算数の文章問題や計算能力の成績とも関連している。ワーキングメモリーの小さいと学習成果に悪影響を及ぼす可能性がある。国の助成を受けたある研究プロジェクトでは、子どもたちの 10-15% が学習困難につながるワーキングメモリーの障害を持っていた。ワーキングメモリーと不安。不安が高い子供は低い子供よりも言語性ワーキングメモリー課題で成績が悪かったが低かったが、視空間性ワーキングメモリー課題ではそうではなかった。不安は環境内の視覚的な手がかりを探索するといった単純な課題の成績にさえ影響を与える。ある研究では参加者はトラックの周囲にあるライトを利用しながらモーターレースのトラックをできるだけ早く運転しなきゃならなかった。不安の水準が高くなると参加者は導いてくれるライトに気づくのに時間がかかり、その結果運転が遅くなった。自分を導いてくれる手がかりと無関係な情報を区別することが難しかっただけでなく、無関係もしくは混乱させる情報により焦点を合わせたんだろう。心配や自己懸念などの情動は利用可能な処理資源を使い果たし、結果的に当面の課題のためのワーキングメモリー、利用可能な資源を減少させる。ワーキングメモリーと自尊心。ワーキングメモリーにおける自尊心の役割も教室で重要な役割を果たしている。例えばより自信を持っている子どもは不安を克服し、これまで通りうまく遂行する。我々はインサイトプライマリーテストを用いて自尊心に対するワーキングメモリーの役割を調べた。そのテストは子どもの自尊心の3つの要素を評価するために作成された。36項目の行動チェックリストが構成されている。自己意識、帰属意識、個人的な力の意識。各行動は子どもの特性に通して、ほとんどいつもよく、たまに、ほとんどの4段階で評定される。総合的な自尊心の得点は、3つの要素の得点を合計することによって得られ、高い、いい、脆弱、非常に低いに分類される。ワーキングメモリーに問題がある6から7歳、9から10歳の子供を対象にした研究では、自己意識や帰属意識と比較して、個人的な力の意識の質問における得点が低かった。60% の子供は自尊心の総合得点が高いやいいではなく、脆弱や非常に低いに分類され、半分以上が自尊心に問題があることが見出された。この結果、ワーキングメモリーに障害がある子供の大半は、環境をある程度制御することが必要な分野で特に自尊心が低いことを示唆されている。ワーキングメモリーと行動。観察研究では、教師は時々、ワーキングメモリーに問題がある子供を注力が乏しいとみなし、次のようなコメントをする。1、自分自身の世界に話を聞いていない。3、いつも空想にふけている。4、言うことを聞き流す。これらの子供は5から6歳、9から10歳で複数の学校から選ばれ、臨床的診断では ADHD などの発達障害ではなかった。すべての子供もワーキングメモリーが低かった。彼らの担任の教師が教室での行動に基づいて、注意障害 ADHD を識別するために作成された診断項目を使用して生徒の行動を評定した。そして4つの解釈度の合計を算出した。反抗性、認知的問題、多動性、ADHD の指標であった。子どもたちの大部分は認知的問題、不注意の開口目に関して非常に高く評定され、注意力がすぐなくなる、散漫な程度が高い、自分の作業の質のモニターに問題がある、問題に対して新たな解決策を生み出すことが困難だよと判断された。特に高得点であった項目は次のものであった。1、学んだ
多くのことを忘れる。2、綴りが苦手である。3、算数が苦手である。4、読みが標準以下である。5、不注意で注意散漫になりやすい。6、注意散漫もしくは注意持続時間の問題がある。7、注意の持続時間が短い。8、学習や学業に対する関心が低い。9、自分が本当に興味を持っていることだけに集中する。この子供たちの標本を最も一般的に識別する問題行動は、読み書き算数の分野で学業成績が低いことや注意の持続時間が短いことと関連する不注意と関係があった。 ADHD と診断される子供に典型的に見られる多動性、衝動性の症状はそれほど高くなかった。これらのようにやはりワーキングメモリーが小さければ小さいほど非常に人生は不利であり、大きければ大きいほど人生は有利であるってことがこの本によって私は分かったので、皆さんも自分にしたワーキングメモリーのサイズをこれで自覚していた、それでうまく運用してはいかがでしょうか。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。